最近ですけど、フジテレビ系列の東海テレビがありえないテロップを流してしまったみたいです。このプレゼントの当選欄に怪しいお米セシウムさんっていう内容のテスト用のパネル、それが誤って表示されてしまいました。テスト用で使ったパネルがこの本番で流れてしまいました。で、まあ言い訳でテスト用とすれば許されるかもしれないですけど、まあ放送イコールその曲の完成品ということで考えるとこれはいけないと思います。まあ食品で言うと、隣のラインで作っていた悪いテスト用のものがメインのライン 流れてそれで出荷されてしまったそういうことと同じですねテスト用というだけで悪いものが出荷されたそれは言い訳にならないですねそれ食品では大事になるのと同じように今回の異常な内容なパネルもリスク管理という意味では最悪な結果を招いたと思います人間系の操作ミスが今回の原因ですけど仮にプレスあテスト用のプレゼント当選欄のこの欄が美味しいお米 山田太郎さんとあれば、まだ良かったのではないかと思います。まあ、いくらテスト用のデータだからといって、今回みたいにふざけすぎると、その精神、その精神までが外に出るのではないかと思います。思って、思っているだけで口に出さなくても、態度に出てしまうのと同じように、今回も仮にミスがなくても、この放送局の精神が、ま、番組に出ていたのではないかなと私は感じました。以上、ちょっとしたビデオログでした。